チェルシーからの対談が規定路線となっているイングランド代表 FW ラヒームスターリングの移籍先に注目が集まっている。22日、イギリス紙イブニングスタンダードや同、ミラー、同、タイムズなどが伝えている。現在29歳のスターリングはリバプールやマンチェスターシティでのプレーを経て、2022年夏に4500万ポンド、約86億円の移籍金でチェルシーに加入し、 2027年6月30日までとなる5年契約を締結した。ここまで通算81試合出場で19ゴール12アシストを記録している。そんなスターリングは今シーズンもチェルシーでプレーを続けることが濃厚と見られていたが、ウルバーハンプトンからポルトガル代表 FW ペドロネトが加入すると、 アトレティコ・マドリードとの交渉の末に最終的にはポルトガル代表 MF ジョアン・フェリックスが加入した影響で状況が一変した。攻撃的 MF は飽和状態となっていることから、エンツマレスカ新監督は開幕前に直接スターリングに今季は出場機会が減る旨を伝えると、代表復帰を目指している同選手は定期的な出場機会を求めて今夏の移籍に動き出し、 チェルシーも移籍先探しに全面協力する姿勢を示している。そんなスターリングには U23 フランス代表 MF ミカエル・オリーズがバイエルンへと移籍してしまった日本代表 MF 鎌田大地が所属するクリスタル・パレスから興味を持たれているほか、チェルシーはアストン・ビラに獲得に興味はあるかと連絡を送ったことから、同クラブも獲得を検討していることなどが伝えられている。しかし、 スターリングのチェルシーでの現行契約が週休32万5000ポンド、約6230万円であることが遺跡の大きな障壁となっている模様で、遺跡が実現するためには同選手が大幅な減給に応じるか、チェルシーが給料の一部を負担する形でない限り、他クラブが同選手との契約を締結することはできないと見られているが、果たしてスターリングの遺跡先は見つかるのだろうか